第4レース走られます、福島の佐藤選手です。新藤さん、おはようございます。こんにちは。まあ、前走は向こう待ち記念でしたけども、振り返っていただいてどうでしょうか。まあ、川自体はね、動きは良かったと思うんですけど、ちょっと判断がね、悪い場面が何日かありましたね。まあ、準決勝だったりとか、まあ、最終日なんかももうちょっと、もう少しうまく対応できたかなと反省してます。まあ、ここは中3日ですけども、この3日間というのはどういうふうに過ごされましたか。まあ、そこまですきつく追い込むというよりは、まあ、状態キープするような形になりますよね。中3日なんでね、はい。まあ、前回と変わらず、キープできてるんじゃないかなとは思ってます。昨年の共同は初日前を回られて、まあ、2着って形でしたけども、あれは振り返っていただくとどうですか。やっぱ自力選手、目標選手がいることのありがたさっていうのをね、改めてこう感じたレースになりましたし、まあ、そういう意味では今回はね、目標選手がいますんで任せたいなと思います。風間さんが前で3番手に竹内さんという形。いや、3番手は分からないですね。どこか他に行くかもしれないですね、竹内はね。慎太郎さんが満点っていうことは思う。まあ、そうですね、風の方が頑張るっていう、自力で頑張りますっていうことなんで、まあ、その後ろに行きます。終わりました。昨年の前県日の日に、まあ、全然違う話なんですけど、阪神優勝したんですよね。はは今年はやっぱジャイアンツ強い。そう、今 3.5 ゲーム差で、まあ、あの5連勝のあたりはね、すごく見応えもあったし、やっぱ佐藤輝が打ってくれるとすごく俺がなんか盛り上がるんだよね俺的にはね。まあ、だからあのあたりの勢いがあればね。まあ、ただここまで来ると無理やりこう優勝、まあ、優勝がもちろんいいんですけど、まあ、しっかりクライマックスシリーズのことまで考えて戦ってもらったらいいかなと思います。まあ、もう巨人が今、広島はちょっと落ち気味ですけど若干ね。やっぱり巨人はね、巨人だからね。だから巨人は巨人だからさ、やっぱり巨人が強いよね。そのまま巨人が勝ってしまうとあんまり面白くないんだよ。はい、もうちょっと食らいついてほしいですね。そうそう、やっぱり強い選手というかチームをいかに周りが苦しめるかっていうのがね、スポーツの楽しさ、見る側としての楽しさでもあると思いますし、まあ、競輪にもそういう部分はあると思うんでね、しっかり毎試合、毎レース頑張れればいいなと思います。わかりました。最後に 500m はどうですか。500バンクはまあ嫌いじゃないですね。まあ、ただ、まあ、ここ優勝、記念の優勝もありますし、500バンクは結構好きですね。まあ、ただそれもね、ちょっと若い時の話で、縦足にすごく自信がある時は500バンクすごく好きでしたけど、まあ、今となってみればやっぱり自力選手がどんどん力をつけてきて、どんどんゴールまで伸びきっていく形になるんでね、ちょっとこう逆にその追い込み選手にとってはなかなか勝つチャンスつかむの難しいのかなっていうような感じにはなってきてますね。わ、かりました。では4日間熱い戦いに向けて意気込みをお願いします。限界、気のせいだよ。これなんでこれなんですかって言われる こうじゃねえんかいって言われるんだから、はいはいはい、言われるんですけど、はい、これ説明しておかないとわからないよ、これがチームガラクタの来週ね、最終日開幕ですから、いよいよ、はい、これはだから入れといて、字幕。わかりました。はい、では今節も頑張ってください。ありがとうございます。